巨人、ついにあの男が帰還か。マジでビエラかと思ったらラモスかよ。すげえ急速出てたらしいな。巨人ってこういう外人大好きだよな。ロマンナタっていうカルシアーノもこんな感じやろ。確かラモス、ルシアーノ、体勢で155キロと両後ろ並んでたら競争やな。まあ制球力はお察しだけど、巨人しかこういう選手とらんよな。本当にマジでこういうかけ大好きだから巨人は。でせっかく育ってきたビエイラが少しダメになるとすぐ放出。期待したいんだけどな。巨人だからな。でもガチで投げ方とかビエイラそっくりじゃね。確かに似てるんだけど、バッターが山田哲人すぎてそっちに目が行くわ。取り巻き待せず待ってるからゆっくり育てよう。あのマクドナルド投手なんてもう生えてこなくていいわ。マジであの手の外人は脳筋すぎて筋力こそ全てって感じだからな。だからマックで体作りしようと思うわけよ。ご視聴ありがとうございました。